はい、どうも、静止画です。今日はね、畑に来たら 電柵壊れてたっていう。見て、これ。映ってんの？映ってるか。見えねえけど、俺からは。ちっちゃい画面じゃ。何時で、完全にやられてます。イノシシですね、多分ね。すげえな。つかさ、見て、これ、やばくね？力やばくねって。それもう向けてさ、中に鉄の芯があるのが見えてるっていう。多分ね、こっちら辺を押されたんだろうね。バネ伸びきっちゃってんだよ、今初めて触るけど、今回。結構長い時間引っ張ってたのかな。それとも強い力が一瞬にかかって伸びちゃったのか。やべえんだけど。これがどうなってんのか、折れてんのか、あれかだよね。あ、折れてるね、これね。折れてるわ。曲がってるだけじゃない。これも全部ね、上までやっちゃった。マジか。 いや、それよりマジ、壊されたのがへこむんだけど。これ入ってくんじゃんね。これひっくり返したあとなのか、しあったのか分からんけどね。一応作物的には問題はなかった。足跡あるんだけど、畑に入ってないんだよ、見とく。これひっくり返した跡なのか足跡なのか分かんないんだよね。で、これは確実な足跡なんだ。蹄の跡、蹄っていうのかな、爪の跡が見えるから。で、こっから森に帰ってるっていう。この辺かも、足跡。これかな。こっち行って、こっから来た感じだね。で、雨の跡だったから、足跡残ってる感じかな。いや、雑草抜きに来たのに。なんで、まあ、前回来たのが、いつだっけな。1週間ぐらい前かな、多分。なんで、まあ、それ以内にやられてるって感じだね。でさ、ここが謎なんだよな。これ、またいでんだよね。原作仕事してねえのかなっていう。ここ噛まれてるわ、絶対。土ついても。噛まれてるか何かされてるわ。え、電柵意味なくね？これ、そしたら。もしかして雨の日って電柵仕事しなくなる？これ多分、土ついてるってことはまたいでってるよね。やべえな、それ。上はついてない。上はついてなさそう。見よう。下くぐってった感じかな。一応電気柵は、この鉄芯、鉄と地面で電気が流れる感じだからね。イノシシの皮膚に当たっては結局流れないらしいんだよね。鼻で触った時に、大体イノシシって物確認する時に鼻で触るから、その時に感電してやべえっつって諦めるはずなんだけど、それがなかったってことだよね、今回ね。どうしていったものか。これさ、もしかしてこのパーツやられた感じかな。確かにここは電気流れてねえんだなっていう。ここダイレクトに狙われてたら可能性あるよね。切れてはいないっぽいよね。擦れた跡があるんで、まあ、だいぶ力かかったっぽいね。
これこっち巻かれてたところなんで。ほら、見てこれ。すんげえ近いで引っ張られたっぽい。プラスチック溶けてるもんね。じゃあ土ついてるとこ探せば、さっきみたいにどこ引っ張られたか分かるかもしれない。じゃあなんでこっちにプラスチックついてんだ。この上みたいになってたはずなんだよ。見てるってことは起きてがっつりここまで引っ張られたんだろうな。じゃあこっちやられてる。やっぱこのなんつうの、踏んづけた跡っていうか踏ん張った跡がある感じの。じゃあここら辺多分土ついてるとこあるんじゃない。一箇所一緒だな。さてどうしたものか。電柵が来た。こっち見て、ほつれてる。なんかこっちだね。電柵が来かなかったってやべえんだけど。紐変えた方がいいかな。下の紐もうちょっとなんていう鉄心多めのやつじゃないといけないかもね。要はこうなってて、この部分とかに触れたら電気来ないわけよ。これちゃんと寄られてるやつ探さないといけないかもね。マジか。あ、土ついてんね。ここら辺やられて。ちょうどここか。踏ん張ってる。やべえな。こんなに体当たり。体当たり。体当たりされたらもうやべえよ。無理だよ。無理ゲーではかなわねえよ。いや、ゾンビより強いだけあるわ。これは折れてんのかな。あら、もう多分予備どっかにあったと思うんで使ってないのは。刺しとくか。というわけでじゃあ今回ここで終わりたいと思います。直しときます。まあ作物に被害なかったらよしということで。ただ電車が効かなかったんでちょっとなんていうの、作物できた時に考えないといけないね。それまでにもう一回なんかちゃんとしたの考えればね。